はい、始まりました。アルテーションの酔っ払いラジオ、イわあ、エーイ。始まりというわ始けまで、り。始まり、ちょっと前半が、尺をちょっと伸びてしまいましたので、後半はコンパクトにお話をしたいと思うんですが、引き続き、打越さくらさんにお話聞きたいと思います。というわけで、最近の気になるジェンダー案件とか、ありますか？いろんなことありましたね。第211回国会でもね。それでも極めつけのもう本当になんかぐったり疲れたのは、やっぱり LGBT 理解増進法ですかね。本当ですね。もう本当地獄みたいな国会の中でももう本当にひどかったですよね。で、LGBT のね、まあ、差別解消法と、私たち立憲民主党は差別解消法もだと、あと婚姻平等法、同性婚も認める婚姻平等法も出してんだけど、でも、まあ、とにかく議員立法ってことだと、まあ、超党派でね、みんなでせーのでやんなきゃ普通はダメなはずだから、ずっとうちの立憲民主党で言えば西村智奈美さん、自民党で言えば稲田朋美さんがこう調整役で、ここまでだったらなんとかっていうのをこう調整してきた、すり合わせてきたものが、まあ、それがこう塩漬けにされて、自民党の、ね、ために塩漬けにされて、ずっと来たら、なんか、何でしたっけ、秘書官の、隣にいるのも嫌だ発言とかね。まあ、その前に、総理自身の、なんだっけ、社会が変わってしまう。同性婚を認めたら社会が変わってしまうみたいな発言があって、で、まあ、そんなことがあって、注目集めて、そして、G7 のコミュニケまでに、今後は二枚舌は許すまちみたいな感じね、国内外で。それで世論が高まって、やばいと。やばいっていうふうに岸田総理も思ったんじゃないですかね。それでこう、急に LGBT、塩漬けになっていた LGBT 理解増進法を動かそうってことになったのに、結局なんか、妙な自民党のこう、中の、動きで、まあそれはブラックボックスなわけだけど、結局、いろんな報道からすると、右派の方たちのね、粘りで、別に右派の方たちも結局は、法案ですら、LGBT 理解後退法になってしまった、理解増進法ですら、ダメだとあちらも言ってるわけだけども、でも結局、そんなものが、可決成立してしまったと。いうことは非常にこうぐったりするというかしら。結局、当事者の痛みを受けて少しでも前進させるようにと。本当は差別解消が筋だけど、でも理解増進だけでもね、少し前に進めていこうってことでこうすり合わせてたはずが、なんでこんなことになったのかっていうのはね。まあ、最後にして私も内閣委員会じゃなくて厚生労働委員会なんだけども、内閣委員会に差し替えになって行かせていただいて質問とかもしたんだけど、いやー、まあ、なんていうのかしら、数の力でね、妙な当事者が傷つくような法律になっちゃったことは本当に申し訳なかったなっていうね、非本当常でにす悔よしいね。でやっすぱね。当事者から差別増進法だみたいなね、声も出てましたし、もう私もなんかちょっとこう見てて、梅村みずほでしたっけ、もうなんかちょっと不安になりましたよ。この人大丈夫みたいな。梅村みずほさん、あれ？あ入れ管は、のあれ方ですか？か。入管法だ。そうそう、入入管管の法、そう、方で、入そ管の法。後も、結構やばい人たちが LGBT の時とかもなんか続々出てきて、なんか本当、なんだろう、こんなものが許されるんだろうかみたいな。なんかもうだ堂々から、と差別発言をするみたいな人たちが出てきてたじゃない。結局そういう機会になってしまって、この国会審議がね、非常にこうバックラッシュの場みたいになってしまったのが、非常になんていうか申し訳なかったなっていうかね、悔しい思いですよね。でも私はね、やっぱりそこのね、今回の入管法もそうだし、LGBT 理解増進法もそうだし、なんか、マスコミの方たちに今一つなんていうのか、伝わってないのがね、ちょっと、2年前の入管法の時と違うかなっていうね。そこの、なんか、あまりこっち、そこのマスコミの方たちとかの動きとかも、やっぱり、国会外のこう声っていうののうねりみたいなものを作るのに、すごいここ役に立つ。もう、国会の中でもものすごくこう人数少ないから、こっち側が。やっぱりこう、世論ってものすごく影響するんですよね。でもなんかこう、非常に別に、まあ、ないよりいいんじゃないみたいな感じのね、そういうような描き方の記事とか見るにつけても、ちょっと、ちゃんとね、つぶさに見てくれって、またそのつぶさに見てくれっていうのは、こっちがどれぐらいきめ細やかにやればいいのかね、こっちもね、自分、こちらの法案出して、超党派の法案を立憲民主とかの案として出して、
まあ、それでこうそういう時にこう、ね、記者の前で説明したりしてるのに、それでもなかなかこう、自理したこう対比とかそういうものが、まあ私からしたら足りないなっていうね。いそや、こそうがですこう、非常よ。に難しい。やっぱり報道自体も少なすぎるし、あとやっぱり政権寄りの報道が多いなと思いますよね。なんか私の友達とかも結構入管報道デモとかも行ってたんだけど、すごい人数とか集まってるのに、もう本当にこう、そうやって記事にしてんのか、もうなんか東京新聞とか、なんかほんと一部のメディア、まあネットメディアとかはすごく来てましたけど、だから報道しないっていうのが、まずこう、もうメディアとしてどうなんだって感じですよね。そうなんですよね。だからそこはものすごく、まあ、私たちの党としても、例えば代表とか、そういう幹事長とかの記者会見とか、そういう公式のものだけじゃなくて、もうそもそもね、その、女性だけじゃなくて、もう政治部とかの、政治部は政局部かなって感じの記事になってるじゃないですか。そういうような、こう、じゃなくて人権とか、平等とかそういうのこう、そこからジェンダー平等とか考えてくれる記者がいないと、もう、すごくこう、表面的な記事になるのかなと思って、そこら辺をどうしたらこう、メディアの方たちともね、つながれるのかなっていう、そこが、私の、まあ、今回のね、課題、いろんな、この第211回国会。それこそ、まあ、多分、なんていうか、皆さんが考える以上に、野党ってすごい少なくて、国会の審議のこう、質問、準備とかって、ものすごくね、こう、時間取られるんですよ。まあ、もちろん、ありがたいことで国民のね、負託を受けてやってるんですから、めちゃめちゃこう、頑張ってるわけですけど、でも、それプラス、記者の人たちに、こういう審議やってんだけど、いうようなことを質問する。で、この質問とこの答弁の意味はこうだ、こうだっていうことを、ちゃんと説明しないと、こう、一応こう、全部公開されてんだから、見てるんだろうって思っても、全然見てないし、見てても意味がこう、この審議の、ここがポイントとかいうのが分かってないのかなっていうことはね、ようやく分かってきて、だから政治部の人たちとかにどうやって説明したらいいのかな、それよりまあすごく緻密にやってる質疑とかよりも、なんかこう、失言とかね、パンチのあるツイートとか、そういうことに飛びつく傾向にあるかなと思って、いろんな記者の人たちも。そこの見せ方みたいな、こっちもそうやってパンチのある。でも、こういろんなことをこう勉強して、いろんな、こう、緻密に質問すればするほど、そういうパンチの効いた、こう、どす黒いようなツイートとかにならないじゃないですか。だからそこが悩ましいなと思っていて、なんかこう分かりやすい、こう、あれですよね、まあ、維新的な、こう、そういうパフォーマンス的なものに、なんかこう、集まりがちだなと思いますよね。こう、なんかこれだったら注目を引けそうみたいな。でも、まあ、そこはこう、記者の人たちとかね、むしろ、なんていうのか、すごく、こう、いろんなことを勉強してきてるんだろうけども、書いて新鮮なんですかね、すごく、こう、単純化したフレーズとかの方がね、何なんなんだかろうね。ね、私は結構やっぱそのジェンダーの取材をしている女性記者さんがその新聞だったらほとんど一緒に仕事することが多くて、まあでもやっぱりこう毎日新聞と朝日新聞と、まあなんだろう、東京新聞と神戸新聞みたいな、だからもう産経からは絶対声がかからないみたいな。だから読売あとらから。たまに声かかるんですけど、でも、あと赤旗はしょっちゅう出てます。そう、でもなんかやっぱこう朝日とか毎日の女性の記者さんとかとも喋ってても、結局政治部に行くのってやっぱエリート男性みたいな人が多いと。だからそもそもがなんかジェンダーとかに興味がなかったりとか、なんかもう本当なんかで、家も言ったらもう超お金持ちでみたいな、なんかそのエリートでみたいな人たちだから、なんかその弱者、その社会的弱者の人権だったりとか、なんかそういう問題にそもそも興味のない人が多いってぼやいてます。なんか、それは、まあ、どこの、まあ、事業界でもそうかもしれないけど、意外に、だから私は、その、ジェンダー的なものっていうものが、こう、社会の組み立て、それこそ社会を変えてしまうっていうふうに言ったのは、ある意味正しいのかなと思って、岸田総理がね。それを私的に変えてしまうってことなんだから、本当は、こう、憲法もできて、個人の尊厳の尊重とか、それが、こう、根源的な価値だっていうことになったのに、でも、家制度な、こう、お家の形と、そういう家の形を死守する、それが国の形も死守することになるんだっていう、そういう国の形な人たちに牛耳られてるわけですよね、この国の政治がね。だから、そういうのを、個人の尊厳の尊重から始まる政治にしようよっていうことについて、このジェンダー平等的なものはものすごく挑戦的なことですよね。私がずっとライフワークでやってた選択的夫婦別姓とか、同性婚にしてもね。だからそういうことについて非常にチャレンジングなことをしてるんだけど、多分そのいろんな
大手新聞の政治部ならぬ政局部みたいなとことかにいる人とか、あるいはうちという言っちゃなんだかもしれないけど、でもいろんなところの弁護士会とかね、そういうところとかも、一部の人がそういうことはものすごくやっていて、意外に、右派の人たち、バックラッシュしてる人たちに比べて、こっちサイドっていうのかしら。そういうことを進めようとした人たちの方が、別にそれって、そこじゃないよねっていう、ジェンダー平等じゃないんじゃない、安全保障とかそういう方が重要だよねとか、まあそういうね、まあ、そういうような感じなんだろうなっていうこともだんだん気がついてきたかなっていうまあ、ね。要はジェもちンろんダー安に全保障はでも大事だけ票ど。が取れないとか、ジェンダーは争点じゃないとかいう人たちも、やっぱり男性、野党の男性の中にもいますからね。なんかやっぱジェンダーとか女子供の問題っていうのはすごく後回しにしてるっていうのは感じますよね。だからそこは、もちろんね、こちらだって別に街頭で、ジェンダーの話とかしてるわけじゃないけれども、なんかそういうすごくこう、歪小化、歪曲して、そんなジェンダーのことばっかり言ってたって票が取れないだろうみたいな。そういうことじゃない。でもすごくこう、社会のこう、について何がこう、すごくこう、対立軸になってるかっていうところを、非常に誤ってんじゃないかな、見くびってんじゃないかなって、こう、ジェンダーイシュー的なところをね。ジェンだダそーなんれては、すべてそうに関そうわっそう。てるじゃないですか。で、入管法のことにしてもそうだし、夫婦別姓とか、同性婚のこの LGBT のことにとかにしてもそうだし、私がこう、そうだ、この前、と思ったのが、なんていうか、私のツイートに対して、あなたはこう、マイノリティのことばっかり関心あるんですねっていう、マジョリティのことにはやってくれないんですね、みたいなこと書かれたことがあって、ああ、なるほどなと思う。なんかびっくりしたんだけど、別にこう、マイノリティがひどい目に遭ってるということを放置するということは、こう、すべてなんか一人一人、まあ私はこう、マイノリティ、マジョリティでこう二項対立じゃないと思ってるから、個人が国家からひどい目に受けない。個人対国家だと思ってるので、まあいろんなこう、なんていうのか、属性、あるときは女性だったり、あるときは外国人だったり、まあいろんなところに私たち誰もがこう、国家に対してマイノリティとして、脆弱、バルネラブルな立場になる。そういうことに対してしっかりね、こう、なんていうのかしら、個人として尊厳が保たれるように、尊重されるようにしようっていうことが、そこがこう問われているときだから、なんか、マイノリティのことやってたらマジョリティのことやらないっていうことじゃないんだけど、みんなのことやるんだけどっていうね。そこはあなたはいつも、マジョリティのところに行くって、いるっていうわけじゃないでしょって、まあ、それぞれ個人対国家ってとこなんだけど、そこがこう、すごく、あ、なんかそうやって誤解されてんだと思って、びっくりだっした。て、そもそもそのマイノリティの人の声っていうのは届きづらいんだから、それを誰かが届けないといけない、それを議員がしなくてどうするって思いますけどね。だから、そういういろんな、なんかいろんな権力とか大きなものに傷つけられやすいような人のことを放置しないってことが、個人を尊重するってことだから、だからそれは誰もが生きやすいってことなんだけどなっていうことがね、なんかあんまり、あ、そうか、そういう、やっぱりそれ、先ほどから言ってる、なんだよ、自己責任社会みたいなね、弱者を切り捨てるみたいな、そういうような社会のなんかムードみたいなものがこういうところにも影響してるのかなとか思って、そんなのあと、知まあ、らねえよみ難たい癖な。をつけてるだけですよ。私はすごくムカつくのが、ジェンダーの争点にならないとか言うけど、なんか別に、一言もジェンダーのこと言わなくても、お前は落選してたぞみたいなやつが言ったりもするじゃないですか。ジェンダーのせいにすんなよみたいな。あ、それはね、私も内部的に、いつの説教だったかな、まあ、なんかジェンダーとか、うちはこうね、強調しすぎると良くないんじゃないかみたいな言う人がいたんだっけな。まあ、そういう時には、ね、それ全然実証的じゃないだろうみたいなね。むしろそういうことを大切にするっていうような政党じゃないと、持続可能じゃないかなってことで、まあそれは、大丈夫です。大丈夫です。まあでも本当当たり前のことでもすけちろん。ど、マイノリティの人権が大切にされる社会っていうのは、みんなの人権が大切にされる社会で、みんなが生きやすい社会になるんですよ。それはそれこそ北欧とか見ていても、同性婚が実現した後に、いわゆる性、異性愛者の、性的マジョリティの自殺率も減ったとか、まあ、結局、そうやって、弱い立場にいる人たちが、ちゃんと、生きやすい社会ってのは、みんなが生きやすい社会なんだっていうのは、なんかもう、当たり前じゃないかと思うんですけどね。でも人権をなん大か事にするってことなんだからそうね。いうバルネラブルというか、そのマイノリティの人が生きやすいってことは、何かこう、マジョリティにいる自分の地位が危うくなるっていう、自分の取り分がなくなるんじゃないかっていう、なんていうか、人権がなんていうか、こう、一つこう、
何かこう限られた資源のように見えてるのかなって思って、そうじゃないんですよって、別にその人たちが人権を保障されて、あなたの取り分が少なくなるってわけじゃないんだけどっていうところがね、なんか非常になるほどなって思って、そういうことじゃないんですよってことは、私のツイッターのところで書いたんだけど、なんかそれについてもいろんなコメントがあるみたいだけど、そこはもう頑固にというかな、まっとうにこうね、言い続けないとなと思って、そこは、あなたも安心できる社会ですよってことね、言い続けないとなと思って。それにさ、こう、じゃあマジョリティのこともやれって言って、じゃあ異性愛者のこともやれって、異性愛者は別に異性愛者という理由で差別されないじゃんって話じゃないですか。その、やっぱり同性愛者は同性愛者っていうことで差別をされてるわけじゃないですか、結婚ができないとか。だから今ある差別をなくすっていうことで、一体何をもってそのマジョリティのことはほったらかしって言ってるのか意味がわからないですけどね。ただなんかやっぱ難癖つけたいだけだろうって思いますけどね。なんか結局、具体的に何か自分の取り分がなくなってるとかいうわけではないんだけども、人権っていうものの性質上、でもなんか自分が今気づいてる地位みたいなものが脅かされるみたいな、そういうイメージなのかなって。まあ、あなんかとね、単それには、ジェでンも、ダーそとれかは、罪ではも、ないとかね。他者をね、同性婚とかを認められない、異性婚っていう、なんかそれだけが認められて、異性と、ね、結婚できる、それが優越的地位っていう、まあなんかそういう話でもないからね。それはなんかね、変ですよね。他者をこう除外することによって、マウントするのがその人権というわけでもないから、そこがね、違うなと思って。全く違います。まあ、多分そこまで考えずに何か言ってると思いますけどね、そういうこと言う人たちっていうのは。本当ですよね、なんとかしたいね、なんとか、みんなでなんか尊重し合える社会がいいなって素朴に思うんだけど、私って感じ。ね。それに、20代とかはもう9割以上同性婚の賛成ですから、その例えばこう70代の男性とか、まあ、反対とか多いじゃないですか。もうお前関係ないやないかって思うんですよ。お前使わへんやないか、もう一生使わないやないかって思って、その制度を使わない人が反対とかって、そんな声聞く必要ないですよ。その人権ってやっぱ多数決で決めちゃダメじゃないですか。そうなんだよね。でもそこはもう別にいろんな誤解もあると思うし、だからあとは政治的決断なんだけど、でもなんかそのむしろね、その誤解を利用して、こうね、少数者をこう、なんか認め、なんか尊重しないことによって、ドヤ顔するような、そんな政治家たちが、こう、まあ、国会である程度占めているとそうでいすうこね。とで、まあ、それにね、黙って従うような、まあ、胸を痛めながらも黙って従うような自民党内のね、議員たち、本当はなんかなんとかなんないかなと思ってる人たちもいるんですよ。で、ちょっそうとですよ私の廊下とかで残念だったね、なんて言う人とかいるんだけど、おい！みたいな感じですよね。本当にね、お前も暴れろよと思いますけどね。そうなんだ。そう。そんな、ね、胸を痛めてくれて、そんなね、私を慰めてくれても、それでもこう制度として動かせないだろうっていう感本当じで、にそね、れちょっ慰と責任取れよ、めるのはみたい打ち越したんじゃないですよ。こう世の中のその LGBTQ の人に謝れって感じですからね。な。そうなんですよ、本当そう。でだすからちょっよ。とね、ちょっとどこね、そう、自分たちがその責任みたいなね、この組織の中にいるからしょうがないんだよねって、従わなきゃしょうがないんだよね、じゃねえよ、みたいな、そういう本当感じはあるよに。まあ、あと、やっぱりその選挙の前、統一選挙の前も出ましたけど、その新党連盟が、なんか同意書みたいなのを各候補者になんかこう渡していたみたいな、そこにその LGBT 法案に反対することとか、選択的夫婦別姓に反対することとか、靖国神社に参ることとか、なんかそういうことがこう書かれていて、で、結局、まあ、それを出すってことは、そのこれに同意しないと選挙の応援しないぞっていうことじゃないですか、まあ、そうやって脅しをかけてるんだと思うんですけど、でもやっぱりそういうのが力を持つっていうのは、やっぱりあれですよね、その投票率が低いから、やっぱ組織票がないと勝てないと。で、やっぱその組織を崩すのって、その投票率を上げることだし、まあちゃんと、打越さんのような野党の心ある議員が、ちゃんと当選してくれることだと思うんですよね。まあ本当、辻かなこさんとかもそうですし、だから当選してください、皆そさん。のためには応援してください。組織票だけじゃないんだよね。そういう人たちがこうポスティングしてくれるとか、それがすごい一般の人たちに対して働きかけをものすごくしてくれるっていうのがものすごく大きいわけで、そこはね、もうやっぱりこう、なんていうのかしら、なんていうのかしら、自分たちの思いのために社会的に働くと、そういう人たちがいるのと、やっぱりこうね、いないのでは、こう、もう本当お金だけじゃなくても、構えが全然違いすぎるっていう感じですよね。だからそこは、なんか本当に、立憲民主しっかりしろよとか思う人たちもいっぱいいると思うんですけど、
しっかりするためにはね、ほんの数時間でもいいから、事務所に来ていろんな、こう、物理的に、応援してくれると、いろんな作業。地味な作業なんですよ。なんかこう、立憲主義、民主主義のために働こうって思ったのに、なんかやってることすごい地味じゃんみたいな、シー事ル務貼る作と業。かですよね。私もやりましそうた。そうそうそうそ永遠うそう。シールを貼りました。そういうね、こう、なんだこ平れっ織りてと感じか。のことをやってもらう。そういうことがね、重要だし、あとね、すごい重要なのが、口コミですよね。そうですだから、ね。その地域の親戚とか、お友達に電話をかけてくれたりして、あの人頑張ってるからよろしく、みたいな。それがものすごく大きな影響だよね。それは本そ当う。に思った。なんかもう私、あまりにもこうみんなに投票を呼びかけすぎて、なんかもう信号待ちとか知らない待人とかち。言いそうになりました。なんか投票行きます、みたいな。それもやってください、ぜひ。本当そういうこと。そういうこでと。も本当あれは大きいですよね。その別にこう誰々に入れてとかじゃなくて、なんか私の推し議員さんがいてこういうことやっててとか、例えば痴漢対策やっててとか、生理の貧困やっててとかやって、みんな知らないから、そうなんだって言って、今度4月9日に統一選挙ですって、ああ、じゃあ行きますみたいな。普通になんか私たちの暮らしの話みたいな感じで、こうしたら、なんか普通に聞いてくれますよ。なんか私も最初は、なんか赤狩りとかに合うかもとか思ったけど、赤狩りとか全然合わなかったし、なんか普通に聞いてくれて、あ、じゃあ行きますって、あ、行きました、みたいな、くれるから、みんなもっとなんだろうな、構えずに、こう、慣れたらできるんで、なんか、選挙の話ああとか、ね、政治の話をなかどんなどんか周りの人そう。に話すし。あ、でも、あんまり、本当にね、政治的にこういう人なのかもしれないとか思われるのは嫌だなとかいろいろいう思いもあると思うけど、まあ、そうやってある程者さんみたいにね、そうやって話してくれるのすごい嬉しいと思う。そういうものが最強ですからね、口コミが。いや、本当そう思いました。まあ、なかなかこう国政選挙と地方選挙っていうのも数も違うかもしれないけど、やっぱでもそういうコツコツの積み重ねなんだなっていうのはね、もすちごろんですくよ。思いましたので、ぜひ。みんな、新潟にお住まいの皆さん、内越さんの事務所にシール貼りに行ってください。よろしくお願い。その前からいろんなね、こう、さっき言った、なんだろう、いろいろおしゃべり会とか、そういうことでもつながれるといいなと思って。こっちもいろいろ企画しなきゃいけないけど。そうですね。ちょっと一緒にまた企画しましょうよ、ぜひ。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。りとがいうわとうごけざいまで、す。時間おっしゃったけど、塩むすび食べて、この後もお仕事頑張ってください。ありがとうございます。マジ食べに行きます。じゃあ、また LINE しますんで。あ、ありがとうございそうか、じまゃあ、とりあえずここで一旦閉めればいいね。す。というわけで、皆さん聞いていただいてありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。どうも、失礼します。